はい。パーザートレーダーのゆうです。今日はですね、バックランジをね、抜き打ちテストを行います。さて、今日100点満点皆さん取れますでしょうか皆さん十分今までバックランジを練習してきたことと思いますが、今日ここで80点以上取れなければ、後で補修が待ってるかもしれません。なので、きちんとこのバックランジ抜き打ちテスト。 100点を取ってもらいたいと思います。というものの、このテストはあくまで自己採点ですので、僕は採点するわけではないので、あの自己採点になりますから、きちんとね、自己採点やってもらいたいと思うんですけども、テストの問題は10個です。10個あります。で、1つが10ポイントずつになりますので、1個間違えれば90点になりますので、3個間違えれば70点となって、不合格となってしまいますので、まあそこをね、えー、頑張ってやってもらいたいと思います。で、まずですね、このテストに先立ってですね、 まず自分でね、撮影をしてほしいんですね。まず自分を撮影をして、今から撮影の仕方を言いますので、その撮影をして、それからまた今日の後の動画を見てもらいたいんですね。で、撮影というのは、まずスマホを正面に置きます。別に縦置きでも横置きでもいいけど、前に置きます。本かなんかに立てかけてこう置けばいいと思うんですけど、まあそれは全然床に置いても構わないと思うんですけど、まず正面にスマホを置きます。 そしてまず正面の全身が映る形でバックランジを撮影していきますバックランジを正面から撮影をしていく撮影をしていく画面をあまり見ないで自分の視線前にしたままでしっかりといつも通りのバックランジをまあ10回程度やってみてほしいですそしたら今度は足元に 足元近いところにスマホを置きます。でも足元だけ撮る感じでスマホを置いたらその足元だけを撮影をしていく。足元の撮影をしていく。この足クロスアップの近いところで撮影をしていく。これも10回撮影します。この足元は正面そして横の向きと2種類を撮影していきます。そして最後に スマホを正面を置いたら横向き全身が入る形でのバックランジを撮影していく。これも10回行っていきます。はい。ではまずここで撮影に入ってみてください。はい。撮影できましたでしょうか今からポイントを10個言います。で、10個言いますけれども、えー、その一つ一つ自分の動画を見直してみて自分がちゃんとできてるかどうかを採点してみてください。 えっと、まず一つ目というのが重心ですね。重心。これはいつも言ってるように、前が7割、後ろが3割という重心です。重心を見た目でどう判断するかですけど、これも単純に膝の位置になります。膝の位置が、つま先より前に出てるとダメ。足首の真上でもダメ。もちろん足首より後ろもダメ。足首の真上だと、 実際にには体重が後ろにかかりすぎててしまってこういう形になってしまうので足の甲の真ん中の真上ぐらいね足の甲の真ん中だからすねとしては少し斜めになってるんだけれどもつば先を越えながらこれ微妙ですけどここがちょうどいいんですねこの状態だと前を強く7割以上踏めるんですね越えてないけども少し垂直よりは斜めになってるぐらいだと後ろに体重が かかりすぎてないといととうことまずこの重心がちゃんとできてるかどうか確認をしてください。それから、えっ、ー、と、2番目ですけれども、母子球を強く踏んでないかどうかです。これ正面の足元の動画で確認しますけれども、下がった時に足が中か内側に入ってると大体母子球を踏みすぎてます。大体小指側が浮くとか膝が入っているともう母子球を踏んでます。もちろん横から取った時に、かかとがね、5ミリでも浮いてしまう。もう5ミリでもこうグッと浮くっていうのがあれば、 もうそれはつま先、母子球にかけすぎなので、あの、一瞬でもかかとが上がる瞬間なく、降りる、降りながらも、かかとを踏みながら、かかとを踏みしめながら降りていく。という感じなので、かかとは一切浮くことはないんですね。なので、一瞬でもこれが、足が、ね、母子球が内側に入ったり、前側に入って、かかと5ミリぐらい浮いてるっていうのがあると、これはダメになってしまうので、最初からかかとから踏みしめる。というふうにやってみてください。それから、3番目ですけど、これは後ろのかかと、後ろ足です。 えー、後ろの足がですね、これ結構あるんですね、間違いが。自分ではちゃんとね、やってる、ね、前に7割かけてるつもりでも実際に後ろに体重がかかりすぎて、このかかとみたいて、かかとが一回床に向いて上がるみたいな。かかとが一回床に向いて上がる。っていうふうになっちゃうんですね。そうじゃなくて、かかとは最初から天井に向くんです。最初からもうスッと天井に向く。最初からかかとが天井に向く。 天井に向くイクオール、この足の裏が垂直ね。これが足の裏の角度が一回斜めね、こういう角度になって上がるではなくて、最初から垂直かかとが上に向く。というようなかかとの方向になってくるということ。かかとは真上に向いてますでしょうか。そして4番目ですけれども、今のその後ろ足。後ろ足の膝の深さ。膝がきちんと 床から1センチもしくは床を触ってるところまでかなり深いです。僕は今これ全部膝を一回床に触るまでね、痛くはない程度ですけど、トント当てて下ろします。トント当ててます。これがね、下がこことこの5センチっていうのが、まあ、逆にするとですね、5センチっていうのはこの前の足のお尻に対しては全然刺激、刺激が違うんですね。ここに対して負荷が全然違ってくるんですよ。 ベンチプレートがやっててもね、ここぴったりつけるのか5センチ開けるかってかなり違うんですね。なのでこれはもうできる限りこの5センチを詰めていく。下まで本当触るまで行きたいんですよ。でなくても最低1センチ、ね、ほんと1センチだけの隙間ぐらいならまだいいですけど、当てると痛いという人はね。だけども本当皮膚がこう触るっていうところまで、まあこういうね、ちょっとしたゴムマットがある人はそこまで下ろした方がいいですね。そこまで深くいけてるかどうかチェックしてください。 それから、えっ、ー、と、今度は正面の動画を使って、5番目ですね。下がった時に膝が入ってないかどうか。膝が入ってないかどうか。このすねの角度を見てください。すねの角度が必ず垂直です。ちょっと画面入ってないけど、足首の真上に膝があって、膝のお皿は正面を向いてるってこと。これが、すねがちょっとでも斜めに入っていると、これ、ダメです。あるいは、最初ね、降りる最初の段階でグッと入っても、これもダメね。 最初からこれに膝の内側に壁を作って垂直に踏んでる。もう最初から垂直にかかとを真下に踏んで、膝も前、ね、最初のやつ出てないですね。それで言って、このすねの角度が垂直。というか、ずっと垂直に踏んでる。という繰り返しなんですね。これが膝が入らないということ。ここをチェックしてください。そして6番目ですけども、左右の幅ね、左右の幅。左右がね、 このぐらい足がそうですね、7センチ、10センチぐらいは隙間空いててもいいんですけど、この幅のまま下がっていくということ。これが下がった時に、ここに行ってほしいのが妙に開いてるということあります。逆にね、これはいいんだけど、こっち側はいいんだけど、逆下がって片方だけ妙に開いてるということあります。これ立っているところから言うと、これぐらい開いてるんですよ。でもこれとこれってもう相当違うわけですね。で、こっちは全然いいのに、こっちだけ開いてるみたいな。 そうすると、こうやるとまあ安定しますよね。安定するということは、前にあるべき足が楽をしてるんですね。これが狭ければグラグラするので、このお尻とこの内,側の内転筋をしっかり使わなければいけないんですけど、これが弱いので、どうしても開いてしまうと、この前の足が弱いので、これを強くしたいので、これはもう7センチ、10センチの隙間をそのまま後ろに下がってるかどうか、ということを正面の動画で確認をしてください。これがもう、 20センチが開いいててるととちょっっアウトです必ず狭くいってください逆にこれクロスもダメねたまにねなんかね気にしすぎたかな、まあ、ちょっとクロスしちゃうとかねクロスするともうこれは不安定どころかあの正しいところからまたずれてしまうのであのこの幅のままで下げていくということになりますねそして7番目というのが、えー、これ横から見て下がっていく時に上半身がまっすぐかどうかですね上半身はもうバックランジでは完璧に垂直でいいです 前かがみになることもなければ、これが、胸が出てる、このみぞうの辺が出てる、こういうバックランジ。こういうバックランジもなしね、これ。まっすぐ行ってる、顔だけ上がってる、ここが出てる。ここが入ってお腹抜けてるというこれもなし。もう骨盤の真上に肩と耳がある。という垂直。この垂直なままでいけてるかどうかを確認してください。こうなかなかね、 意外とずれていると言います。そして八番目ですけれども、下ろすタイミングです。下ろすタイミング、これさっきの足をかかとを後ろに出すというのとちょっとあの関連してくるんですけれども、後ろに出てしまうというのがだいたいついてから下ろしているからこうなっちゃうんですね。先にこっちに体重をかけちゃってこうなってるから、これをまあ前に体重を当然残しながら膝をね後ろの膝を先にもう落としてあげるんです。 足をつくイメージじゃなくて、この膝を落とすイメージを持った方がいいということ。膝がもうここから降りてく、この瞬間から降りていく。膝をこのタイミングでもう落としていけば、勝手にかかとは天井に向いちゃうわけですね。だからこのタイミングが、1、2にならないようにしまほしい。で、この1、2をやってると、バックランジで後ろの足が痛い、足の指を痛めたということになりますので、そもそもが最初から、こっちをこういうふうに、 先に膝を落としていけば、こんな感じですね。になってくるので、まあ足が痛いということもないですね。なので、この下ろすタイミング、後ろ膝を先に下ろす。自分の頭の中では完全に膝を先に下ろして、後からつば先をついているようなイメージでやっていくとちょうどいいタイミングになります。これができているかどうかですね。そして、9番目は、これも結構ありがちです。これが、下が速い。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  下がいちょっと僕は真似できないですけど、なんか妙に速い場合があるんですよ。これ、下が速いのはダメですよ。下で、1、2、1、2、1、2、止まって、1、2というイメージ。実際にはあんまり止まってないんですけど、自分の中では下がって、1、2という感覚がないと、速すぎて止まってるつもりが、もうすぐバンとして上がってきちゃう。なので、そこが速いとまた足の指が痛いんですよ。なので、 急がないですよこの1212下が大事そもそもはねこのバックランジも立ってる状態は運動じゃないですよ下がってここで支えてるのが運動なんでここの時間が長い方がいいですねまあ5秒とか7秒止める必要はないですけれども下がったここで時間を取る必要があるわけですなので上よりも下のこのポジションが大切なので下で12と数えるぐらい 早くならないようにしてほしい。ここ、チェックポイントになります。そして、10番目。これは見えないところ、動画撮影では見えないところではありますが、今、動画撮影の中で自分でやってた時に、呼吸がちゃんとできているかどうか。呼吸が、降りるときに息を吸う上がるときに吐く。降りるときに吸う上がるときに吐く。吸ー吐く。吸う吐く。ここ。大丈夫でしょうかまず逆になってないかどうか。降りるときに 入っちゃうともう大体姿勢崩れるそうならないように逆にならないようにしてほしいということあるいはもう乱れるね呼吸したりしなかったり乱れるっていうふうにならないように下がる時に吸う上がる時に吐くという感じで、ね、その呼吸もきちんとチェックしてみてくださいえー、今10箇所ポイントがありましたそれに対して全て OK だったでしょうか自己採点をお願いします自己採点は何点だったでしょうか正直言うと、えー、もうともこの バックランジは100点を取ってほしいです。100点の状態でバックランジをやってほしいです。その方が怪我をしにくい、そして効果が出やすいです。なのでもう絶対100点を取ってください。これが、えっと、80点を取れなかった、70点以下の人の場合には、追試ということで、下の動画を全部もう一回見直してください。それが追試になります。 そんな感じでね、えー、今日はバックランジ、抜き打ちテストでしたけれども、まだまだね、89ジルともね、そこちょっと修正して頑張ってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーサー,トレーナーのゆうじでした。GO!GO! Go!